ましょう。あ、こっちはすごい広いですね、うん、かなり収納が充実した感じがします。ちょっとこっちも開けちゃおう。あ、いいですね、はい、収納大好きなんですいません。みるみるランド、はい、ではバンテックさんのシーダ見ていきたいと思います。キャブコンですね。はい、じゃあちょっと外観ぐるっと見ていきましょう。こちら町田ボンゴなんです。ボンゴがベースのキャブコンです。収納、うん、収納スペース結構入りそう。ここに窓が大きくありそう。はい、この丸いやつとか。あ、そこ何気にかっこいいね。かっこいい。テールランプ収納スペースとして使えるところがあります。はい、大きいね窓。上にもあるバンドベッド、明るく寝られる感じですね。即納車だ。即納車って書いてあります。あっちで撮った方がいいか。はい、こちらバンテックさんのシーダです。乗車定員が7名で、就寝定員は4名です。全長 4.8、幅が 1.9 で、高さが 2.8 です。ベース車両がマツダのボンゴで、ガソリンで動きます。ふっくら肉で490万円からになってます。みるみるランド。はい、中入ってみましょう。はい、あ、すごい広い。広いですね。うん、空間がすごい広いです。広いバンクベッドも結構高さがあるように感じるので。じゃあ前の方ですね。バンクベッドすごい広々してます。広々してますね。2人で寝るのはもったいないぐらいで、バンクベッドすごいね、広いですよね。広いですね。これはかなり引き出せますね。ここまで、奥行きすごいですね。高さもあるし、え、ここ2人で寝るんじゃもったいないです ね。すごい、いっぱい寝れそう。いっぱい寝れそう。子供なら4人行けますみたいな。で、ここからも取引できる。はいはい。そしてね、左側の、はい、もいいですか。最高、最高。この、ね、左側にテレビかな、ね、つけられそうですよね。植物とかがあるとなんかいいね。いいですね。ここになんか電源、シガソケット、うん、やっぱ USB ケーブルです。あ、そうですね、USB ケーブルですね、はい、ここには普通のコンセントもあります。おー、便利ですね。で、ライトもいろんな方向を向く感じでついてますね、うん、便利。間接照明、こちらも間接照明あります。で、はい、収納、あ、おっきい、広い、かなり広いですね。何にここにもね、コンセントがあるし。あ、本当ですね、2つコンセントありますね。で、ここもなんか作りがいい、ね、素敵ですね。ライトもついたら素敵ですし、こちら換気もできます。はい、はい、では後ろ、後ろこちらキッチンスペースですね。はい、シンクがしっかりついてます。結構使いやすそうですね、このサイズが。で、広く感じます、窓がついていて。で、ここにコンセント2つあるので、はい、で、なんか電子機器も使えますし、ここ上上げてみますと、こう、あ、こっちはすごい広いですね。かなり収納が充実した感じがします。ちょっとこっちも開けちゃおう。あ、いいですね、はい、収納大好きなのですいません。とりあえず開けてみてください。ここ開けると、あ、すごい、この下ってカセットコンロとか、カセットコンロとか入れられるんですね。あ、便利、すごい便利、いいな。そしてここに、あ、こっち側にね、タンクが入ってるので、うん、なるほど、かなりあのスペースを分けて使えることが分かりました。はい、そしてですね、じゃじゃじゃん、マルチスペースって感じですね。広いね、マルチスペース。で、しかもそこにあの開けるところがあるので、うん、外との行き来もできる感じで、なんか2段になってて、今なってますね、うん、なってますね、はい、で、何気にですね、そちらからは見えないかもしれないですけど、ここに
なんとミラーがね、これミラーがここにこうか、こうするとかあるかな、ミラーがついてます。結構ね縦に長いミラーなので、なんかちょっといい感じですね、広く感じます。そしてね、ここがベッドを混ぜます。こちらの頭の方にちゃんとライト、これ上ライトと、あとね窓がついてるのですごい素敵ですね。で足ゆっくり伸ばして眠れそうです。でこれ下の段も同じような感じですけど、ここにね大きな窓があるので下の人はより明るいかなと思います。はい、ちょっとベッドに寝てみますか。じゃあちょっと上登らないでくださいって書いてあるので、ゆったりですね。結構ゆったり眠れますね、はい、ちゃんと寝ても全然頭が余るので、全然大丈夫です。ゆきさんでもゆっくり眠れます。